込んで、このオスターブに、さあ、ギャビンも外している、ロー、ファールです。バスケットカウント、バスケットカウントですね。ビッグローでした。ここはよく、ね、エドワーズが抑えましたね。ムーニーですね、ムーニーが抑えましたよね。そしてそのままビッグロー、ファールをされながら、これもシュート動作に入っていると。手が当てしまい、ピンポイントでいいシュートで決めてるんでね、なんともね。小川から振って西村、さあ今日の1本目。おお、エレベータースクリーン、スミス、その前は吉井。ファールは、ファール、バスケットカウント。エンドランのスマスね。こうずれてるところですよね、今ね。はい、どうしよう、この右手だ。ノー対コブス、ノーストップジャンプショットを決めた。右サイドがスペース開けてね。ノー、トガシ、スリーポイント、トガシ決めた。スリーポイントの外に動きを作るというのをリロケーションって言いますけれども、見ました、フォースハンドでスミス。これは東京オリンピックで金丸に対して使ったような、そういうセットできましたね。ここさせてタイム、決めましたね。スミス、スリーポイント決めた。エドワーズ、ロー、ロー、スリーポイント決めた。もう本当スミスもローもいい、ちょっとやっぱり雑になってきましたね、両チームがね。岡本スリーポイント決めた。出たらすぐに戻ってきて、なかなかいいトランジションを披露しています。中ローダーピックです。中ローダーピックでスイッチしています。小川スピンムーブ、小川決めた。アラオのファールです。ラストワンプレーですかね。ここ決めたい。スリーポイント吉井、落ちてカークが拾って、ここはダンク。11秒、はいですね、はい、ここで勝負ありということになりました。今日は94点までいきました千葉ジェッツです。千葉ジェッツ対アルバルク東京のゲーム2。